はい、ではテーマがじゃんけんチョキで歌う歌の手話の解説2回目です。よろしくお願いいたします。まず私たち2人おとといねってことで、私たち2人おとといねっていうところをですね、じゃんけんチョキでこれで2人って書いてるんですね。私たちっていう時に私たちとかね、私たちとかっていうね、パーを使えばいろんなね、私たちとかね、私たちとかっていう手話あるんですけども、私ともう一人、二人で、二人っていう手話を表して私たちっていうのもあるんですよね。これチョキで二人っていう手話は1、2、二人でもいいし、漢字の1、漢字の2で二人っていうのもあるしね。片手で1、2、これは縦でやってますけど、1、2って漢字の数字を書いて、これで二人っていう漢字を書いて二人で、これ二人っていう手話もあるし、あとはここに私と友達が二人こう並んでるとしたら、この二人っていう表し方があるんですね。二人、この私とこの人、私を指す指と友達を指す指で、これで二人っていう、これだけでいいんですよ。チョキでこう左右に振るだけで、これで私たちっていう手話になるんです。これはね、二人でいるときに、私とね、友達がここにいて、私たちはね、二人でねっていうときに使う、二人でねっていうときの手話で、私たちっていうふうに表しています。なので、私たちって、もう二人ってここに、私とここに友達が一がいて、二人っていう手話で表しています。ね、私たち二人、一つの手話で私たち二人ってやってます。ね、自分と相手を表す、自分を指す方と相手を指す方で二人ってやって、私たち二人ってやってます。私たち二人、おとといね、この手をそのまま後ろに下げるとおとといです。今現在が自分の目の前にあるところが今日とか現在とか今とかを表します。自分よりも後ろが過去になります。過去、自分より前が未来を表します。1日前だと明日、2日前だと、前っていうのはね、未来だと明後日になるんです。で、自分よりも過去のを表すと、1つ後ろだと昨日で、2つ後ろだと一昨日っていう手話になります。なので私たち2人おとといねってやってます。私たち二人おとといね。ね。私たち二人おとといね。で、この指を、片側はパーにしておいて、この手で、汽車のよう、電車の、走る様子を表すんですけど、これで、旅行っていう手話をやっています。旅行に行ったの、大阪に行って、旅行っていう手話ね、飛行機で行くね、飛行
機とか飛行機で行く旅行もこう旅行ってありますね。あの電車で行く旅行だったら電車で旅行、これ遊ぶっていう手話なんだけどね、遊ぶっていう手話がついて旅行っていう手話があります。でもとりあえずチョキだけで表したいんで、旅行に行ったのってやってます。旅行、旅行ね、旅行に行ったのっていうところを、もうこの電車が走る様子だけで旅行に行ったのっていうところまで歌っちゃいます。旅行に行ったの、大阪へ、大阪にっていうのはじゃんけんチョキで、こめかみあたりにチョキを当ててポンポンって叩くと大阪という手話です。大阪はチョキをくっつけたままそのまま2回ポンポンって頭を叩いて大阪でもいいし、指をちょっと曲げた形でポンポンって叩いても同じです。大阪です。ね、豊臣秀吉さんのこの兜の形だそうですね。ね、これで大阪という手話になってます。で、大阪で、うん、旅行に行ったのを大阪に、でそのままカニのね、カニが、カニの手、これはまあ手話というよりもね、カニは皆さんチョキチョキってやりますよね。手話と関係なくチョキチョキってやるかと思いますけど、カニさんを食べて、食べるっていうのはいろんな食べるんがあって、まあ、もちろんね、ご上品な方はあの箸で食べていただいて構わないんですけどね、これもチョキだしね。カニさんでそのまま、私どちらかといったらうわって食べた方が美味しくていいかなと思って、うん、カニさんで食べてね、美味しいよね、このね、ドドドドって食べたいじゃないですか。カニさん食べて、でそのままあの握り寿司を握る形ね、これでお寿司を食べて、ね、お寿司もね、あのやっぱりそのままガッといきたいわね、口に持っていくのね。え、お寿司も食べて、で橋の上でハイポーズってやってるんですけど、橋っていうのはね、両手じゃんけんチョキ、両手のチョキをくっつけた形で、手を伸ばしたところから手前にこう引くに、こう太鼓橋を作りながら手前に引きます。これが橋ね、橋ね、橋です。で橋の上で、はい、ポーズってことで、あのね、大阪行ったらやっぱし橋でこうポーズしとって写真を撮りたいっていうのがありますよね。あのイメージで、橋の上で、はい、ポーズで、とりあえずここまでにしましょうかね。じゃあまた続きは、またね、バイバーイ。